どうもです、はい、今日はですね、はい、ちょっと実は、はい、カジュアルデーの部屋で喋ってないか、チーム会サックはちょっと夏休みというか、はいはい、ちょっと休みを取ってたんですよね。ありがとうございます。で、今日久しぶりにみんなと会って、うん、で今日会議をね、はい、やってたんですけども、はい、久しぶりに中野くんに会ったらすごいイメチェンしてて、そうですね、そう、結構こうバッサリと言いますか、はい、なんかすっきりと言いますか、うん、ちょっとせっかくだったら、うん、ちょっとゆうちゃんの部屋で見ていただきたいなと、うん、先取りだね、ゆうちゃんの部屋は。あ、そうですね。だって、まあ先出てもらおう、うん、中野くん、はい、すみません、失礼します。どうも、中野です。あ、すごいね、はい、これわかるかな、はい、横とかさ、こう、なんか本当だ、うんうんうん、はい、すごい鈴鹿サーキットみたいになってる。そうですね、そうなんですよ。後ろもこう、こんな感じで、はい、こういう、なんかおしゃれになってんのよ。そうなんですよ。もうバッサリね、もう新規一点もう短くしようと思いまして、うん、はい、もうバッサリいきました。まあ本当にね、はい、いろいろあったからね、本当にね、ね、そうなんですよ。でも今もうこれすっきりしちゃって、もう、うん、爽快です。爽快、はい、あ、何よりですよ。あ、でもさっき言ったのは、要はこの状態の中野くんがメインチャンネルで出るとしたら1ヶ月以上後やからね。ってことですよね。あ、そうですね、そうなってくるから、はい、これはゆうちゃんの部屋ならではやね。確かに確かに、はい、うん、いやでもあれからほんまに中野くんもなんかすげえ元気でね、うん、そうですね、なんかいろいろ自分の中でテーマ持ってるんでしょ、この自分磨き。はい、あ、なるほど。そうなんですよ、うん、でその一環としても髪の毛もそうですし、うん、やっぱ本格的にダイエットも、ダイエットもしている、はい、し始めまして、あとなんか言ってたらハーフパンツしか履かないみたいな、このね、ハーフパンツ今見てもらえたら分かると思うんですけど、白さ気になる。白白白めちゃめちゃ白いよね。そうなんです、ハーフパンツ、うん、ハーフパンツもなんかずっとハーフパンツ嫌だったんですけども、らしいのよ、はい、うんうん、やっぱり履いてみたらやっぱり快適すぎるっていうのと、なんか思ったよりそのトンボさんとかもそうなんですけど、うん、まあ、似合うんじゃないと、うんうんうん、まあ、言ってくださったんでちょっと履いていこうかなと、うん、全然似合う、はい、似合う、なんで嫌やったの、もともと、もともと昔なんですけども、昔なんかすね毛の濃い人は嫌だみたいな、長ズボン履いてほしいみたいなこと言われてことがあって。誰に言われたの？その当時仲良かった女の子です。へえ、あ、そうなんや、あ、やっぱそうなんだと思って、そっからもずっと長ズボン履いてまして、うん、はあ、そうなんやね、はい、初めて知った、初めて知ったね。あ、そういう、なんて言うんだろう、まあ、幼少期ではないけども、はい、昔にそのもらった言葉を引きずるってあるんやな。ありましたね。そっから本当だ、もう10年ぐらい、もっとか、10年以上なあ、はい、短パン履いてなかったです。その子がまあね、多分タイプ的なことで、うん、そういうのが苦手な子やっただけで、うん、その一言で、はい、ってなる。だって逆もいるやん、多分。まあそうですよね、うん、うん、そうなんです。だから言われたのがもうそれだけだったんで、ずっとそれをまあ忠実に守ってたのかもしれないです。そうよね、はい、でローランドさんのとこでさ、脱毛サロンお世話になってて、はい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 、足はもう履いてる段階でツルツルになってたんですか、うん、はい、確かに、うん、だからこそ履けるようになったっていう。そうなんです。これがもうあの当時ボーボーなままだったら多分履いてないですね。はぁ、はい、言葉ってすごいね。すごいですね。でもなんか爽やかになってね、うん、さっぱりしてる、元気になってよかったっすよ、はい、まあまあ、中野くんがすごい元気になって、はい、本当に土橋くんと揉み行ったりとかもしてるんですよ、はい、あ、なんか、なあ、聞いた聞いた、でだから心配してね、くださってる方もいると思いますけど、はい、本当に元気になって、はい、大丈夫ですよって、はい、むしろすごい精力的に動いてるよ、はい、そうよね、っていうご報告ではあるんですけども、はい、2点2点気になることがございまして、何何これ聞いとこ聞いとこ、はい、何々、まあまあいいんですけど、はい、まずは1点、はい、僕はハーフパンツがどうたらこうたらみたいに言ってましたけど、言ってたよ、はい、別に自分で買って履き出したわけではないんですよ。え、どういうことです。そうじゃないの。違うんですよ。何、うん、でそのハーフパンツ、うん、僕があげたんですよ。え笑ってる笑ってる笑ってる。たけちゃんのこれ。そうなんですよ。なんで言わなかったの。いや、なんか忘れてましたね。忘れてでいいと思うよっつって
なんかトンボさんとかも褒めてくれるんでって言ってた。俺があげたんですけど。確かに今その話を聞くと、はい、中野君がこうさっきわーって喋ってたけども、はい、それを聞いてる安武は穏やかじゃないよね、まあ、それ俺があげたんだけどな、そもそも。でもなるもんね、いいと思ったから俺あげたんですけど、トンボさんに褒めてもらった、まあいいんですけどね、全然、うん、っていうのがまあ1点、これ1点目だよね、はい、あともう1点、うん、もう髪切ってるじゃないですか、はい、切ってる、切ってます、僕の行ってる美容室で切ったんですよ。え、はい、安武の、はい、三軒茶屋にある、はい、行きつけの、はい、うん、あ、ある言ってたな、はい、あの前動画でね、あの、うん、メインチャンネルで、はい、中野くんの髪をあの短くしてくれた、そう、徐々に短くなるっていう、はい、かなり前やった、はい、アンテシニオンさんっていう、はい、に行ってたんですけど、はい、行かせていただきました。なんか知らなかったんですよ僕。あれあ、安武、はい、なんかインスタのストーリーで、うん、タグ付けされて、うん、髪切ってきましたみたいなのがあったんですけど、中野くんが、うん、はい、勝手に言ってたんですよ。あ、うん、なるほど。中野くんはインスタのストーリーでほにゃらら、アンテ、シニオンさんかな、はい、確かそうだ、アンテシニオンさんに行ってきましたみたいな、はい、うん、安武に一言とかはあったでしょ。でもそれはあ、何もなかったです。え、一言もなかったです。それであのお店の方たちもすごいいい方なんで、はい、うん、あの安武さんありがとうございますみたいな、今日中野さんが来てくださいましたってわざわざ言ってくださって、安武に連絡が来て、はいはいはい、知らないですお店の方からは連絡があったんですけど中野くんからは連絡なくてはぁはぁじゃないえ、ちごめん、シンプルにいいかな、はいはい、なんでそんなことできんの普通連絡せえへん。まあそうですね、まあ言うて先輩やし、うん、通ってるところだし、じゃあ安武さん、あの行ってきますとか紹介してくださいとか分かんないけど、もともとあったわけでしょ、行きつけのところ。ありました、うん、はい。そもそもどうしてじゃあアンテシニオンさんに行きたかったの、うん、そもそもやっぱ家が近いっていうのもあって、うん、あ、そういえばちょっとあのすぐ切りたかったんで、うん、行ってみようって、もうその日に、うん、その日だったかなその前の日かあ、その日だその日にパッと思ったんですよ思った、思いついて、その時にさ、安武の顔は浮かばないの。うん、怖かったんすよね怖い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 。え、じゃあなんでタグ付けしたの俺のこと。あ、タグ付けはしてたの。タグ付けました、はい。いやいや、顔よぎってるやんか。あ、それはあの、来た後です。あ、切った後に、あ、はい、あ、そういえば安武さんの行きつけの店だったわって思ったってこと。いや、もうその着いた段階で、もうあの行った段階ではもう分かってたんですよ。そりゃそうだろ、はい、え、じゃあ顔出てるやんか。もう安武さんの話もそのさせていただきましたし、うん、はい、なのでタグ付けさせていただきましたなんか分からん、これが今なんかも。あー、なるほど。今の子はこうなんかも。そうかそうか。いや、まあまあわかるんですけど、今の子はこうっていう、うん、だ、僕そこ攻めてるんじゃなくて、うん、まあこれもまた2点なんですけど、まず1つ、ま、プラス 2?、はい、プラス2点今思ったんですけど、まず1個ね、中野くん今の子じゃないんですよ。あ、そうか、はい、もう立派なおじさんなんですよ。まあ、30代だもんね、はい、確かに。で、キャップイズって別にいいんですけど、はい、連絡とかなくても、うん、今この動画内で話せただろうっていうのありますよね、うん、ああそういうことね。あー、パニシラ髪切った時も、あ、実はこれって言えたじゃんっていう、うん、あ、そ、これ単純にトークをその膨らませるためというか、うんうんうん、それはあったんじゃないっていう。そうっす。どうなんですか、うん、なんでなかったんだろうなんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、あ、あ、あ、なんでだ、なんでだろう。知らん歌思ってたと違う、なんでだろうって。新曲。何や、今の。知らんぞ、今の歌。すいません、ちょっとね、今ね、ほんと、あの、思考がスローになりすぎて、スローになっちゃいました。同じこと言った。はい、スローになりすぎて、スローになった。はい。いや、でも、とにかく、はい、もうありがたいやんか、安武から俺もらってさ、はい、で徳屋さんもさ、アンテシニオンさんも安武と出会ってなかったら、はい、そうですね、そうね、もう本当に、うん、アンテシニオンの方々本当になんか僕が来たことに対してなんかすごい、うん、喜んであのくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。本当ありがとうございます。いや本当にね、うん、もうあの、はい、動画協力してくださった時もめちゃくちゃいい人だったからね。めちゃくちゃ本当にいい方たちでした。そんな、違う、はい、そうでしょう、はい、先にアンテシニオンさんに言ってるけど、はい、ね、安田さん、え、早
あ、いや、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。ちょっとせっかちだった。ごめん、ごめん。そんなって言ったじゃないですか。なるほどね、そっからね。はい。はい、でそんな、うん、アンテシニオンさんの方々と結びつけてくれた、ヤサキさんに、まず感謝だし。違う、そこ絶対笑ったらあかんわ。で、感謝してるんやったら多分連絡するのよ。そうですね、ほんと。なんかその辺ほんとに僕も自分で自分がほんと嫌になっちゃいます。いやいや、でもな、あの、うん、今後また同じようなことあるかもしれんから、はい、その時にした方がいいなと思ったらしたらいいんだよ。わかりました。でもせんでええなと思ったらもうせんでいいんだよ。それが仲間なんじゃないの、はい、まあ、まあまあ全然別にいいんすよ、ほ、うんとに。もう明るくなってこうやってね、うん、やってる。前向きに動いてるってことが分かったんで、はい、全然いいんですけど、はい、まあちょっとまあ、その面白おかしく言いましたけれども。そうそう。はい。はい、まあだから、ね、あの、さらにもっと動こうとしてて、はい、あのホワイトニングサロンに浅木さん行ってるじゃないですか、みたいな。すごいよね。ちょっと、それは紹介してくださいよって言ってきたんで、はい、それは紹介しないです。いや、なんでそこはしてよ。それはもうしないです。それはしてよ。これに関しては本当すごいよね。ホワイトニングもするんでしょ。はい。したい。めちゃくちゃ自分磨くやん。いや、磨きたいんです。磨いて本当安田さんには本当に近づいて、本当俺に近づこうと思って安田さんに安田に近づこう。俺になろうとしてる。だって今だって髪も同じところで切ってますし、うん、脱毛もしてますし、うんうん、同じね。ホワイトニングとか。確かに確かに。今安田だった。あ、俺なの。そうですよ、まあ、お兄ちゃんみたいなとこあるから。そうですよ、ね、うん、憧れがやっぱおしゃれイコール安田みたいな。はい。常もおしゃれやで。つねさんもおしゃれです。どうなの、つねはぶっちゃけ。つねさんはまあおしゃれですけど。じゃあ笑ってこっちまだ喋ってなかったよ。早いね。でも最近噂やで、これ、はいはい、噂やけど、はいはい、なんかロレックスも欲しいみたいな。ついにやっぱりね、すごいな。じゃあ、あの時に買っときゃよかった。ごめんなさい、このチャンネル見てると知らないかもしれないけど、ロレックスね、うん、下町ロレックスという話がありましてですね、はい、その時買わなかったから。買わなかったです。でも最近ちょっと、あら、はい、もう自分磨きっていうことで、はい、自分にお金かけていきたい。あー、すごいいいや。はい。めちゃくちゃいいと思う。ロレックスみたいにいい時計はめて、自分をね、こう、鼓舞させよう。鼓舞させて。あ、はい、いいよね。いいよ、いいよ。ありがとうございます。仕事も恋愛も。はい。頑張ってくださいよ。ありがとうございます。頑張ります。お願いしますね、本当に。はい。ね。たまにはおしゃれするのも。はい。つねさんもおしゃれやから。面白いな、あなた、ほんとに。すいません。つねさん、すいません。すいませんってなんだよ。一番謝られたくないわ。はい。申し訳ないです。まあ、とにかく中野くんね、はい、もう元気バリバリで、はい、頑張っていきましょうね。はい、ありがとうございます。はい。はい。